帝国のスミルナに生まれ、イスタンブールで教育を受けた後、ウィーンに留学して、ピアノと作曲を学ぶ。1906年から1910年までハリコフで、ピアノ教師を務めた後、アテネに落ち着く。1911年から1919 19年まで、ピアノ教師や対応の教師として活動した。1919年に、アテネにエレニコン音楽院を設立したが、 1926年に国立音楽院の創立にも関わり、長年その委員長を務めた。アテネのアカデミー会員にも選出されている。カロミリスはワーグナーとリムスキー・コルサコフの賛美者であり、ロシア国民学派や西欧音楽の成果、近代ギリシャの民族音楽や文学を基礎として、ギリシャ国民学派の確立を生涯の目標と肝もに命じた。 情熱的な高期ロマン派音楽の作曲家であり、豊かな火声法と還元楽法、複雑な対比法、息の長い東洋的な旋律、ギリシャの民族音楽のリズムの多様が特徴的である。約220の作品は、5つのオペラと3つの公共曲、ピアノ競奏曲とバイオリン競奏曲、還元楽曲、室内楽、ピアノ曲と合唱曲のほか、多数の歌曲がある。 エロスとタナトスへの没入が5つの過激すべてにおいて、際立っている。ありがとうございます。